皆さんこんにちは、モゴモもごもご입니다。以前の動画に続いて、チャン・ヒビンの話をしたいと思いますが、以前の動画で言ったように、チ、まあ、ャン・ヒビンとイニョンワングの第1ラウンドは、チャン・ヒビンの干渉で終わりましたね。じゃあ、ここで、まあ、このままチャン・ヒビンの 幸せな道が続けばいいと思いますが、一人の情勢の登場によって、このお城の中はすごく大混乱になってしまいます。それは皆さんが大好きなトギーですよね。 じゃあ、一旦まず、今までは皆さんが大好きなドラマ、トギーを使って皆さんに紹介してたんですけれども、今回はですね、次のドラマ、チャン・オクジョン、でまたは手バクというドラマを使って皆さんに説明したいと思います。皆さんの大好きなドラマ、トギーを見ている方々に、 と、イメージを崩したくなくて、まあ、やっていることなので理解してください。なので、今からこの動画ではですね、スクチョンは、この手爆の王様に、そして他の重要人物は、このチャンオクチョンというドラマの人物に写真を書いてから説明しますね。 じゃあ、一旦まず以前の動画のあ後半に話したことなんですけれども、スクチョンとチャンヒビンの間には2番目の男の子がいたんですよね。でもあの子は残念ながら生後6ヶ月に、えー、亡くなってしまいますね。話はここから始まります。その後なんですけれども、チャンヒビンがこの子供を失った悲しみなのか、まあ、 かなり病気持ちになって体が弱まっていくんですよ。えー、もちろん、この前ちょっとお城にいた時に少しだけ、宿、え、蝶、ー、のお母さんによって生き出された時に外から病気を持ってきたと記録ありますが、とにかくずーっとずーっと病気で倒れてたらしいんですよね。 記録を見て今の人たちが予想している病気としては、一旦睡眠不足、そして頭痛、で、湯洗炎を持ってたんじゃないかなと思われますね。で、この時に、チャン・ヒビンが大好きだったスクチョンはですね、このチャン・ヒビンをずっと見守ってあげたらいいのに、実際スクチョンはどうするのかと言ったら、他の女性と遊び始めますよね。 王様なので他の女性と遊べるというのはある意味では権利だったし、子供をいっぱい産むのも王様の仕事だったけれども、まあ、とにかくスクチョンはチェ・ギビンのことはもう忘れているように他の女性と遊び始めるんですよ。で、その中特にスクチョンがある女性と恋に落ちてしまいますが、この人がチェ・スクピンですよね。皆さんが大好きなトニーなんですね。 で、一旦このチェイスピンの話も少しやってみたいと思いますが、一旦このチェイスピンのお父さんはチェイヒョウアンという人で、実際、チョン6分で働いていたとあ、どっちかというと下級官職で勤めていた人なんですよね。で、一旦、まあ、チェイスピンのお父さんはチェイヒョウアンということで、も、ま、う、あ、大体、も、ま、う、あ、みんな記録上になっているんですけれども、ただお母さんの記録が、あはっきりしてないんですよ。 一応、まあ、いろんな記録を見てみると、お母さんが普通のヤンインだったという説と、お母さんが先人、千民ですね、だった説があるんですけれども、一旦これが大事なのはなぜかといったら、まあ、以前の動画で説明しましたが、朝鮮は親のどっちかがえ千人だった場合は、そっちの身分になってしまうんですね。あつまり、うん、チェスピンのお母さんがヤンインだったら、チェスピンはヤンインで、で、お母さんが チンだったらチェスピンはにななるという話なんで、すよねで一旦これが、えー、こうやって続いてですね。えー、チェスピンがお城でスクチョンとお会いしますが、その時にどういった身分だったのかになるんですよ。先ほど言ったようにお母さんがヤンインだったら、チェスピンは国女として入ったと思いますね。国女は官職もある、まあ、女性としては公務員の正式な仕事だったんですね。ただ、 お母さんが千人だった場合は、チェスピンはチェブスリになりますよね。これは感触もない、もう本当に一番下っ腹の仕事だったんですね。一応、養条は、 自分が王様やっている時にずっとお母さんは国女だったと言ってたらしいんですが、一応、チェスピンが千人だったという記録も、実際は公式な記録上ではないんですよ。いろいろ、今でもまだ議論中ではありますが、いろんなドラマとかでは、やっぱり千人だった説をちょっと取り入れていますよね。で、とにかく、ま、千人であれ、양人であれ、スョンと、 チェ・スピンが愛をしていいたということは確かです。でこのチェスクピンの場合は、イニョンワングに仕えた人らしくて、イニョンワンウがお城に入るときに一緒に入ったと思われるんですよ。で、その後、イニョンワンウがお城から追い出されるときに、チェムスリは一旦そのままお城に残って仕事をしていたということですよね。 で、このチェムスリとスクチョンがどうやって出会えたかというと、二つの説がありますが、一旦まず、インヒョンワンウが追い出された後、そのインヒョンワンウが行った場所でお仕事をしていたチェムスリを見つけたスクチョンが一目惚れして、そのまま愛を語ったという説があれば、もう一つは、 スクチョンが、イニョンワングが恋しくて、イニョンワングが泊まってたところを散歩していた時に、その奥から、しくしく泣いている声が聞こえて、気になっていてみたら、そこにチェムスリがいて、イニョンワング様がかわいそうですと言って泣いてて、それを聞いたスクチョンも、読もうそう思うと言って、お互いの気持ちが共感したんでしょうかそのまま恋に落ちたと説があって、まあ、どっちかと言ったらドラマとかではこの説を取り入れてますよね。 まあ、とにかく、スクチョンはチェームスリと結婚することになり、チェームスリは準ロイヤルファミリーに入りますね。チェイスゴンになりますね。この二人の間では最初に男の子が生まれますが、この子が残念ながら、この子が生後2ヶ月で死亡してしまって、2番目の男の子が生まれるんですけど、これが皆さんがよくご存知の4人軍ですよね。21代を4女になる子です。で、この二人のこういった愛を、もう周りは、 喜んでくれたかもしれませんけれども、一人にはそうじゃないんですよね。あ今、性質であったチャンギビンとしては、とっても面白くないことが起きていますよね。まあ一旦その後は皆さんドラマでよく見てると思いますが、このチェムスリとチャンギビンのカットはさらに増していきますね。で、一旦皆さんわかると思いますが、チャンギビンはナミンですね。で、チェムスリは使えてた人は 二年王歩で、二年王歩は、ソインの家族でしたね。で、結局、チェ・ムスリも自分が生き延びるために、ソインと手を組むことになりますね。結局、こうなってしまうと、この二人の女性の個人的な喧嘩じゃなくて、もう政治的な対立になってしまいますよね。こういったことの中、 1694年、ある事件が起きます。ある日突然ですね。本当に突然ですよ。スクチョンが、廃したイニ二ン王府ンをお城に呼べとて言うんですよ。突然です。それを聞いたイニョンハグもなんでと思ったぐらいの突然だったんですね。で、 早速その後ですね、ジャン王コを部屋から出せ、教授に、とか言うんですよ。一日でジャンイビンを追い出すんですよね。これは、ジャンイビンももちろんびっくりするし、もちろんイニャンワンゴもびっくりするし、それを聞いていた家臣たちもびっくりする、本当に突然的な行動でしたね。これで結局、ジャンイビンは一日で、性質から追い出されて、まあ、一旦性質は6年ぐらいやりましたけれども、だった1日でいきなり追い出されることになるんですよね。 で結局、性質からちゃんひびにまたランクが下がってしまいますよね。<laughs> で、そのついでというか、まあ、今まで、チャン・ヒビンをサポートしてくれたチャン・ヒョン、そして、チャン・ヒビンのお兄ちゃん、チャン・ヒゼも、この時に一緒に逮捕されて、追放されるんですよ。で、その後、チャン・ヒョンの場合は、追放先でそのまま亡くなったという説が強くて、チャン・ヒゼは記録的に追放先で死刑されてしまいますよね。チャン・ヒビンとしては、地獄のようなことが起きてしまいます。 で、その後もずっと、難民だったチャン・ヒビンは一人で寂しい戦いを続けて、ソインたちが権力を握ることになりますよね。チャン・ヒビンにとってはすごく地獄的な時期だったと思いますね。まあ、とにかくこの時にチャン・ヒビンはまた性質に戻るために頑張ったという記録はありますね。で、ある日ですね、このイニョン・ワンフが、やっぱりお城から追い出された時にいろいろ苦労したせいか、いろんな病気持ちになって結局亡くなりますよね。 で、この時亡くなる時に、スクチョンにこういった話をするんですよ。私が死ぬのはチャン・ヒビンの呪いのせいです。すべてがチャン・ヒビンのせいだという遺言を残して亡くなりますね。で、その時に隣にいたチェ・スッピンがさらにここで話を加えます。チャン・ヒビンが祭壇を作り、王孔を呪っていたそうですという話を、まあ、この時じゃなくてずっとずっと、まあ、以前からずっとやってたんですよ。それを聞いたスクチョンはどうするんでしょうか それを聞いたスクチョンはもちろんチャン・ギビンに聞くでしょう。そんなこと本当にやったのかと言ったら、チャン・ヒビンは違います。息子の健康を祈っただけですと言って自分のことを弁護しますよね。もう実際皆さんわかると思いますが、この次の20代の王のキョンジョンは、もうとってもとっても病弱な人だったので、正座の時から育ったらしくて、チャン・ギビンのこの話を納得はいく話ではありますね。 ただでこの時に、祝蝶はジャンイビンを信じてくれるんじゃなくて、ジャンイビンの周りの訓練たちをすごい顧問をやってですね、結局自白してもらうんですが、もう前にも言ったけど、この顧問による証言なんて本当に意味があるかわかりませんけれども、結局自分が聞きたいことを、え、聞くためにやっていることじゃないかなと思いますが、ま、とにかくこの訓練たちは、すごい顧問に負けてしまって、はい、チェスクンの言う通りですと言って、結局ジャンイビンがやったことを認めてしまいますよね。 で一旦とにかくスクチョンはそれを聞いてですね1701年ですけれどもチャン・をを死刑しろと言う命令を下すすんですこれによって、まあ、皆さんもドラマで見てると思いますがチャン・ヒビンは42歳という若い年で、えー、死刑されてしまいますよね。 じゃあ、もう、とにかく、先ほどの話から見てみると、チェイスピンの思う通りに流れというような気がするんじゃないんですかチェイスピンの立場はどうだったでしょう じゃあ、チェ・スクピンは実際こういった魂胆があったと思います。チャンイビンも即室から性質になったので、自分も性質になれるんじゃないかなと思う気持ちもあったんでしょう。で、実際、チェ・スクピンはサインたちのサポートをもらってたので、このサインたちもチェ・スクピンを性質にしようとする魂胆もあったと思います。じゃあ、そういった期待の中、ジョンはチャンイビンが亡くなるすぐ前日ですよね。前日、こういったお話をみんなの前でします。 今後、朝鮮では絶対に側室は正止になれないという話なんですよね、これによって、もう本当にこの後から側室が正止になることはなかったんですけれども、期待していたチェ・スピンとしては、すべてを失うような発言だったんですよね。結局、これでチェ・スピンは自分の夢が叶わず、祖宴たちも結局、チェ・スピンがいらなくなりますよね、用済みですね。 で、それによって、チェスピンは1702年、ジャンイビンが亡くなって1年後なんですけれども、結局、お城から追い出されることになりますよね。 で、実際、ここには2つの説がありますが、まあ、こうやってそのままお城から追い出されたという説と、えー、実際、4畳がですね、お母さんはお城から追い出されてはいない。亡くなるまでお城に出入りをしていたという宗教もしてたんですね。でもほとんどのドラマとかでは、やっぱりチェイスピンが追い出されたという説を取り入れてますよね。 で、結局、チャン・ヒビン、チェ・スクピン、イニョン・ワングまであ、この3人の戦いの第2ラウンドは、3人とも負けだと言えるんです。イニョン・ワングも亡くなって、チャン・ヒビンもなくなって、チェ・スクピンも追い出されて、結局、誰も自分の夢を叶えることができなかったんですよね。じゃあ、とにかく、いきなり愛していた3人を失ったスクチョンは、とっても悲しんでたんでしょうかそれとも、 笑ってたんでしょうかまたは で、ここですいません。やっぱり、チャンイビンの話は、祝蝶とも関わりますので、えー、一旦まず、チャンイビンは本当に悪い人だったのか、で、祝蝶はどういった気持ちだったのか、そういうところもやっぱりまとめてみたら、動画がだいぶ長くなってしまいました。なので、一旦今日は、ここで切ってですね、この続き、まあ、近いうちに、また皆さんに紹介したと思いますので、大変申し訳ございませんが、あと少しお待ちくださいね。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃごまんわよ。여러분、안녕 안 <목소리나>